では皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより第2部の登壇者の皆様への質問コーナーを始めさせていただきます。では、これもまた酒井先生に、マイクをお渡しさせていただきまして、進めていきます。酒井先生、よろしくお願いします。それでは始めさせていただきたいと思います。いろんなご質問をいただいております。で、共通する、テーマについてお三方に、私が一応代表をさせていただいて、皆さんの代表という形で質問させていただくという形で進めてまいりたいと思います。で、1個目でございますが、多かったのはデイサービス、あるいはショートステイ、そういうことについて、一生懸命利用させようとしているけれども、なかなか拒否をしていてくれない。そうしたときにどうしたらいいんだろうというような質問を頂戴しています。で、細かい、具体的な話になるとかなり細かくなっちゃうので、お三方には、そういう時の心構えとか捉え方の寛容な部分、優点についてお答えいただきたいと思います。それでは今のことにつきまして、まずはよろしくお願いします。はい、デイサービスって言われても、うちの主人は今上半身は動くんですけれども、下半身は全然動かない。で、それよりも最初にデイサービスに通ってたことをじゃあお話ししたいと思います。一番最初にグループホームに通った時に、主人は家からそういうところに通うこと自体にとても拒否がありまして、そのホームから逃げ帰ってきた時もあるんですね。で、行く時は必ず私に「どこへ行くの?」って言うんですけど、とりあえず家の前まで車がお迎えに来るので、そこで連れてってもらうんですけれども、そこでデイサービスの方ではすごい主人の扱いに、すぐ家に帰るというので苦労したと思うんです。でもそれを乗り越えましたら、主人の入ってたデイサービスはグループホームの小さいやつだったので、すごい家庭的で、食事もそのホームの内で作って、できる限りその本人たちが約10人ぐらいしかいないんですね、毎日。で、いろんなことを、床漬けを作ったりとか、庭を掃かせてもらったりとか、そういうふうに体を動かすホームが主人にはとっても合ってまして、そのうちに1ヶ月も通い始めたら主人は拒否なくなりました。で、そういうふうにまだまだ体の動ける方は、ただ座らせておくホームを選ぶのじゃなくって、やっぱり自分も何かできるじゃないかなっていうことをやらせてくれる施設を選ばれたらいいかしらと思います。私はあとは主人はもう今はホームに通ってますけれども、もう全然拒否するとかそういうことがなく行ってますから、その最初の頃のそのホームはの選び方、自分ができることは自分でさせてくれる方を選ばれたらいいのかなと思います。はい、先生、それだけ。ありがとうございました。では続けて、肥後さんお願いします。肥後でございます。私はさっき言いましたように、最初のデイサービスがですね、比較的人数多かったんですね。で、これは認知症が2階で、その他が3階のフロアが分かれていたということで、それは包括支援センターの紹介で初めて行ったんですけど、さっきも申し上げましたように、16階の食事のうち14階に全くリフューというか、もう拒否しちゃって食べない。で、いろいろと困りまして、で、かかりつけの先生とか、そんないろんな方に相談しましたら、肥後さんのデイサービスはいっぱいあるんだから、相性のいいとこを選ぶっていうのはなかなか難しい話。それでですね、今の小規模多機能に今お世話になっている。ところがさっきの、ただ質問のですね、もし拒否された場合どうするというのは、本当にね、どういうふうに答えていいか、
か分かりません。普通はダッと行くんですけど、たまにね、玄関まで行ってのピクトしないで動かなくなるようなことがある。そういう場合は仕方がないんで、そのままで、ですから今の質問に対しての明快な回答っては正直言ってできないのが心情の以上です。ありがとうございました。それでは野田さん。私もですね、コロナ以前は、デイサービスを利用してました。で、私の場合は目的を持ってですね、最初はリハビリのためという格好で、通わせましたが、正直言って彼女は行くのを嫌ってました。で、いろいろ選んでいたわけですけども、やっぱり私は現場に行ってどんな状況をしてるかなって、家庭じゃないな、学校の参観じゃないですけど、覗きに2度ほど行ったりして見ながらですね、はっきり言って何もやらない、何も動かないって、これは無理だなって言うんで、こっちが諦めました。で、2番目はですね、入浴拒否をしている時、もうどうしようもなかったんで、お風呂が入れる目的を持ってデイサービスへ行くようにしました。で、これはですね、ずっと行ってて当初は良かったんですけど、やっぱり何かがあって嫌がってどうしようもなくなりました。ちょうどその頃、コロナだったわけですけども、逆に本人にですね、じゃあ私が風呂を入れて、やるのもいいのかいっつって、納得させてです。それでそうするっていうから、ちょうどコロナもあったからいいよって言うんで、家にまた戻しました。で、ただしですね、なんかやっといた方がいいと思うんで、私の場合は代替としてコロナ期間にですね、ホームヘルパーさんをお願いしました。で、入浴のことは片付いたんで、何かないかと思って、何かやることを探そうと思ったらですね、料理を支援してくれることを前提で、公費と私費と半々にはなるんですけど、来ていただいて、今家に週1回料理支援で来てもらって、祖父との接触を保とうとしています。それで、もう一つはですね、これは私が遊びたいからで、私がゴルフをしたいがゆえに、彼女の面倒を見てくるホームヘルパーを私費で頼んでやってました。しかし、これもまたある時になんかうまくいかなくなってですね、できなくなっちゃったっていうのは正直なんですけど、やっぱり本人が楽しくしてればいいけど、そうじゃなきゃですね、無理に行かせるのは私はしてません。で、ただし、これは私が今もう定年退職で時間が自由にあるからできることで、お仕事を持っている方とか、そういう方はそうはいかないんで、やはり現場見て納得させること、あるいはいろいろ県本さんと相談して違う施設を選ぶこと等じゃないかなと推定はいたします。以上です。ありがとうございました。なかなかあれですね、個別性がすごい高い問題で、その方その方で違ってくると思いますけれども、お三方のお話を聞いてて、共通する点としては、とにかくご本人にとって、快適というか楽しそうな場所であるということ、あとは居場所になりそうな場所であるということ、それを重要して無理やり行かせるのはかわいそうかなと、これはよくわかるんですが、ただご本人はその桂山根さんとお話をしているときにですね、プランを考えているときは嫌だっておっしゃいますけど、
実際行ってみると嫌じゃないっていう方も結構いらっしゃるので、実際に行った場面で嫌かどうかで、お決めになるのはがいいのかなと思います。いろんなことがイメージ、多くの認知症の方はイメージできないので、まず脳から入る方が多いので、まずイエスから入る方の方がむしろ少ない。ですので実際の場面でっていう、先ほどお話出ましたけれども、実際の場面でどうかっていうのを見て嫌か嫌じゃないかを判断するっていう考え方もあるかもしれません。であと、とにかく悪い意味ではないんですが、ケアマネさんの言う通りにしなくてもいいと思います。どこがいいかっていうのを、ご本人の目で、ご家族の目で見て、いやこっちの方が好きそうだからっていう、その好きそうだからっていう点を、大切にしてあげることが拒否につながらないかと思います。もう一つ、皆さんの質問で多かったのは、お三方で前向きに捉えているのはどうしてっていう質問です。あまりざっくりしてますけど、発想の転換やその気持ちの切り替えでこう前向きになれるようになったポイントはどんなところですか。どういうタイミングでそういうふうにお考えになれるようになったんですかと。これは、結構今3つぐらい質問いただいているので、同じような内容でお三方、今度は野田さんからお願いしましょうかな。私はですね、私は2つあったかなと思います。で、一つはですね、さっき喋らなかったところで、皆さんのところに入っている冊子にですね、私は認知症を治る治すと覚悟しましたってページがあるんですけど、ある本人ですね、認知症っていうのはとにかく日常生活に支障が出ている状態を言うんで、サポートしてやって治れば認知症じゃないんじゃないか。で、皆さんもですね、心臓病を患ってたりいろいろ思ってますでしょうし、私自身もですね、治らない病気っていうか、ね、前立腺肥大とか、それから肺気腫で肺年齢90歳以上とかですね、治らない病気抱えてます。だけど別にそれが日常生活に支障なきゃですね、生活してるわけで、やっぱり物の考え方で認知症大変だと思うと大変なことになっちゃうけど、サポートして一緒に家族とやっていけば別にいいじゃないか、生活に支障を来さないようにすればいいじゃないかというふうに、本から気づいたことが一つと、もう一つはですね、映画でもう今は 見らんないんだろうけど、ベトナムの風に吹かれてっていう認知症を預かった映画があったんです。これはベトナムの日本語教師の人がですね、認知症になった母親を、新潟からベトナム連れてってですね、それで一緒に明るく生活してるのを書かれた映画だったんです。で、それを見てですね、さっき言ったように認知症だった生活に支障なく楽しく過ごせるじゃないかというふうに思えたのがきっかけじゃないかなと思います。それで気をつけてると、認知症の映画って結構年に 1,2 本はやってるんでね、気持ちの上で切り替えたり整理したりするときには、そういう映画を見るっていうのはいいんじゃないかなと。で、その時には患者本人と一緒に見られたら、残ってるかどうかは別としてもね、いいんじゃないかと。私は家内と一緒にそういう映画を見てきました。ありがとうございました。それでは肥後さん、さっきの一番が私実は
一番苦手でどうやっていいのか、ただこのことについてはちょっといろいろと思いがある。で、一つはですね、もう認知症になったことを、まあ、とにかく言ってもしょうがない、もうなってることは事実なんで、まあ、それはもう事実としてまずポジティブにまず受け止めるという、こうやって。あともう一つはですね、これちょっとまあ個人的なことなんですけど、私ちょっとある大きな会社に勤務しておりまして、その会社でですね、去年初めて米人の人の、まあ、文社の寄稿文というか、なんか解放に書いてくださいということで、でなんと米人の方がですね、去年に、235名の中でたった2人に私なぜか選ばれまして、ある文章を書いた。でどうして選ばれたんだということなんですけど、まあ、担当の方が、4名の担当者が235名全員電話したんです。そうするともうやっぱ88っていうと病気でもうあれだとか、の中にはもう、まあ、そういう、まあ、非常にこうなんか締めっぽい話が多い中、まあ、私が非常に目立ったということでですね、まずそういうようなこと。まあ、もう一時間前にそういうことで、今も先ほどちょっと親御さんと話したら、私実はごく最近の、あるもう付き合いの証券会社で奥さんの名義で銀行金利が安いんで、実は国債を買おうと思ったら断られたんですね。それでまあ結局まあなんだかんだ途中はあるんですけど、結局今法定、貢献制度を今トライしている途中だ。たまたまお隣の親御さんを話しましたら、ご自分なさったということで、またこれも後で細かいことは聞いた。あと、毎日新聞の方とさっき話しまして、まあ、ちょっといろいろなったりして、やっぱりこれもまたメールをアドレスをお持ちだということで、これも一つ、メールアドレスが一つ増える要因、まあ、一時間でそういうようなことでですね、まあ、生きております。まあ、毎日結構忙しくやっております。以上でございます。ありがとうございました。では、大山さん、お願いいたします。はい、前向きに楽しく生きるってことは、サボる。介護をサボるに徹してまいります。自分の時間のあるときは、主人がデイサービスに行ってるときとか、そういうときは自分の時間に使ってます。で、私まだ仕事もしてるんですね。で、寝たきりの主人を全部寝たきりという大きな赤ちゃんを一人囲ってるようなもんで、もうおむつから何から全て全部私なんですけれども、でも私のめげないのは、私は自分の時間をとっても自由に使えるんです。主人が行ってる間はどっか楽しいお友達と一緒にお食事に行ったり、おしゃべりをしたり、まあ日帰りの旅行に行ったり、京都人に預けて日帰りの旅行行ったり、彼には悪いと思わずに自分を大事にしてると、すごい彼にもいい介護ができるので、これだけは私言えます。自分を大事に、自分をがいい思い、楽しい思いしないといい介護はできません。これは経験上です。はい、ありがとうございました。はい、で今前向きということについてお話しいただきましたけど、それに関連する質問も来ております。楽しいイベントを教えてください。楽しいこと、はい、これは、ね、お願いします。いいですか。はい、もう主人を介護しながらでも私何でもやってます。自分の楽しいことはカラオケも好きですし、旅行も好きですし、食べることも好きですし、あと主人、うちの主人は逆に歩ける人じゃないので、ベッド上なので楽な介護、逆に楽な介護できる。時間で主人のことをしてあげれば、4時間5時間は私出かけてても何にも心配ないので、でそこで自分の時間を使って楽しくすると主人にも優しくできますし、で話しかけるといい笑顔で主人も帰ってくるので、今の主人はちょっとこうね、歩かれてる方の介護っていうのはすごく大変なんですけど、寝たきりの介護っていうのはとても楽です。そういうふうにさせて、で自分それするとしっかり介護してあげると
主人もそれに応えてくれるので、で私は自分なりに自分の時間を使ってもいいんじゃないかなと先生思っております。ありがとうございます。はい、それでは肥後さん、ちょっとそのイベントっていうお話ですけど、少し視点を変えて、お二人で楽しむイベントとしてっていう点ではどうでしょう。そうですね。今日は今日はまあ娘が土曜日でお休みだったんですから一緒に来たんですけど、なんか今とか外に出てるんですか。そうですね、できるだけなんか、楽しい、まあ例えばそのテレビなんかで見ると最近なんか、あれなBS の7番で寅さんもなんか何曜日かなんかやってる。寅さん見てるとですね、本人は結構なんかね、和やかになるというか、まあ、そういうようなことですね。ですから、まあ、それはね、私と一緒にいるやっぱり息子、要するに家族がですね、一緒にいて、お母さんこうだこうだっていうふうに言ってくれるのがとってもなんていうか、ハッピーっていうか、ですからもうさっきも言いましたように、なったことを高く言っても仕方がないんで、できるだけ、で今日これ終わった後、ちょっと、まあ、こういう名称は開けちゃいけないみたいですけど、あるところ、戸越銀座のある、ちょっと外国の共同料理の店にちょっと旅に行こうと思って、まあ、そんなことで、できるだけ、楽しい生活をするようにしております。ありがとうございました。野田さん、お願いいたします。私はですね、まあ、一つは何といっても家族がですね、いろんな、まあ、新年会だったり、さっきの結婚記念日だったり、そういった時に、集いを作ってくれるのが、まあ、一番ですけども、その他ですね、コロナの前は旅行を2人でしました。でこの旅行がですね、大抵事件があるんです。不老にまつわる事件だったりですね、失踪に絡む事件だったり、いろいろ事件はあるんですけど、まあああってもいいじゃないかと思ってですね、いろいろ旅行しました。まあ、例えば夜失踪して事件を起こすとも何回かあるんで、寝るときはですね、ゴムチューブをですねドアに巻いといて開かないようにして、みんなトイレだと思って外行っちゃうみたいなので、まあ、そんな工夫をしながらも旅行をしました。それからあとですね、やっぱり映画とか感激とかそういうことは勤めてやりました。で私自身歌舞伎なんていうのを見たことなかったんだけど、まあ、帰ってこういうになってから2度ほど行ったのかな。まあ、こっちも楽しい思いをしたりですね、まあ、とにかく食べる、外行っておいしいものを食べたり、あるいはそういう感激映画で楽しんだりですね、もう重要じゃないかなというふうに思っています。ありがとうございました。時間の関係で質問タイムはちょっとこれで終わらせていただきます。私のこと先生って言ってます。ダメだよ、もう結構なっちゃう。すいません。で、それではプログラムをちょっと進めさせていただきます。で今質問でできなかったことからとか、お三方この会議終わった後外には少しの時間いてくださると思うので、そこでお話をする時間があるかと思いますので、その時間もどうぞお使いになっていただければなと思います。はい、じゃあお願いします。はい、酒井先生ありがとうございました。残念ながら、お時間となりましたので、この辺で質問コーナーは終了といたします。全部たくさんいただいてたんですが、全部お答えできなくて申し訳ございませんでした。この酒井先生や登壇者の皆様からのお話を聞いて、またこれでたくさん
仲間同士で継続的な話ができる場っていうのを作っていくことの必要性が得られたというふうに感じております。私どもでは引き続きこのようなご家族様向けの会やその他認知症について理解を深めるイベントなどを企画してまいります。ふるって皆様ご参加いただき、皆様それぞれの生きがいっていうのを見つけていただきたいというふうに思っております。では最後に何点か皆様にご案内をいたします。近々私どもで予定しているイベント等の事業のご紹介と、あと認知症に関する相談ができる方々が今日お見えでございますので、その方々のご紹介をさせていただきます。まずは皆様お手元にお配りしております品川区のこれでございます、事業説明資料をご覧ください。スライドでも出ております。まず一つ目は認知症サポーター養成講座でございます。テキストを使いまして認知症の基本的な知識や接し方をについて学ぶものでございます。近々で申しますと10月12日水曜日の10時半から12時まで品川区役所で開催いたします。現在この講座について募集中でございます。私どもの方にお電話いただくか、あと品川区のホームページから電子申請という形で申し込みもできますので、ご参加の方をお願いいたします。続きまして認知症サポーターステップアップ講座でございます。これにつきましては先ほど申し上げましたサポーター養成講座をすでに受講された方向けに、もう一歩踏み込んで認知症本人の行動の理由や気持ちを考える講座をしていきたいというふうに考えております。これは11月18日金曜日を予定しております。これも、品川区方でまた改めてご案内もさせていただきますし、電子申請か私どもの方にお電話いただきましたら、申し込みができますのでお願いいたします。で続きまして、認知症家族勉強会でございます。これは今回の2回目ということで考えております。11月28日月曜日に今度は品川区役所で実施したいと思っております。そこではまたこのように介護経験者の方のお話をお伺いしたり、あとは専門家の方から認知症ケアのコツなどについてお話をしていただきたいというふうに考えております。改めてのご案内は10月21日号の品川区方でもご案内する予定でございます。続きまして認知症カフェでございます。現在コロナの影響で休止しているところが、あるんですけれども、現在登録では区内26カ所の認知症カフェがございます。カフェによってさまざまな特色がございますので、今日もカフェのチラシは封入させてもらってお配りしているかと思いますが、カフェの方をそれぞれ探していただいて合うカフェっていうのを見つけていただければなというふうに思います。続きまして、今年度より、新規事業といたしまして、補足しましたミーティングセンターというものです。これは何かと言いますと、認知症ご本人とご家族様が、ペアといいますかセットになって、専門家の支援のもと、さまざまなご本人様やご家族様のやりたいことを実行していただくという場でございます。で、これもすでに、スタートしているものでございますので、これもまた改めて、ご案内とかさせていただきますので、興味のある方はぜひご参加していただきたいと思います。で続きまして、本人ミーティングでございます。これは、毎月第4火曜日に、デニーズ大井町駅前店さんの、お部屋をお借りいたしまして、本人だけでなく、ご家族様も結構でございます。仲間同士でこう時間を楽しんだり、困りごとを共有したり、あと
なんか仰々しく書いてますが、まあ、私どもも行きますので、区の職員との対話などをしたりする場でございます。次、予定が決まっておりまして、本人ミーティング、今月は9月の27日、27日火曜日の14時半から16時まで実施する予定でございますので、ご参加の方をお願いいたします。で、続きまして、見守りアイテム、行方不明時の見守りアイテムでございます。先ほど GPS の話も出ましたが、一部の機種は限られますが、品川区では GPS 端末機の初期費用だけの助成事業もやっております。その他すぐに、その方のお名前とか電話番号連絡先が分かる、キーホルダーとかのアイテムっていうのを発行させてもらっております。で、次、品川くるみ認知障ガイド、これ入り口のところに、置かさせてもらっております。認知症ケアパスでございます。こういろいろなステージに、従って、それぞれのこうニーズとか相談先っていうのが出てくるかと思うんですけれども、そういうのをこう網羅的に、書いているものでございますので、ぜひご一読ください。で、次、認知症疾患医療センターでございます。これまた後で、担当者の方もご紹介させていただきますが、2カ所東京都が指定しているクリニックがございます。一つは酒井先生のところの荏原中延クリニック、あとは大田区にございます荏原病院様でございます。で、最後ですかね、最後、認知症地域支援推進員でございます。何する方かといいますと、書いてある通りでございまして、認知症の方やそのご家族が安心して暮らせる地域づくりっていうのを、まあ、区と一緒に考えてくださる専門職でございます。品川区内で現在8名いらっしゃいまして、それぞれこういろいろこう普段仕事をされている方なんですけれども、いろんな活動をされておりますので、ぜひそういう方と仲間になっていただいたり、つながっていただければなというふうに思います。以上、駆け足でございましたが、品川区の事業説明でございます。で、続きまして、先ほどちらっと申し上げましたが、認知症に関する相談先をご案内いたします。まず、専門医療相談が認知症医療と介護の連携の推進役として、認知症疾患医療センターがございます。で、今日はですね、その疾患医療センターの職員さんにお越しいただいております。ちょっと前の方に前の方にお越しください。荏原中延クリニックの、吉村さんと、あと市脇さん、あと荏原病院の森山さんにお越しいただいております。一言、皆様にご紹介をお願いします。皆さん、こんにちは。認知症疾患医療センターの吉村と申します。私の方は、品川区の認知症疾患医療センターの東京都から指定を受けておりまして、2015年9月から、運営を開始しております。認知症のことで困ったことであったですとか、ただまあ認知症とまだ診断されていなくても、これは物忘れなのかなとか、そういうご相談であったりとか、あとはまあご家族の方で、受診をさせたいんだけれどもちょっと拒否してるんですというような方の場合ですと、こちらからちょっと訪問をさせていただいたりなどの対応をしております。お電話またはちょっとご LINE していただいて、直接お会いしてご相談ということも可能ですので、もし皆様何かございましたら、今日パンフレットの方は資料でお配りしているかと思いますので、何かございましたらぜひご協力させていただきたいと思います。これからどうぞよろしくお願いいたします。西村と一緒に相談をしております保健師の市脇です。ちょっと地味なコピーのチラシなんですけれども、センターの連絡先も書いてありますので、必要な方気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。
はい、江原病院の認知症疾患医療センター相談員の森山です、お隣にいる、江原中野区の相談員さんと同じように相談を受けているんですけれども、まあ、私大田区の方の病院ですが、お隣の品川区の方もお電話をいただいています。認知症疾患医療センターの相談窓口はどなたからも相談をいただけるところになっています。ご本人もご家族も、その方たちの生活に関わる、まあ、医療職の方、介護の方、いろんな人が相談をしてくださっているので、お気軽にお電話いただけたらと思っております。で、私たちができることっていうのは、まあ、皆さんのお話を聞きながら、まあ、今どういう状況なのかねっていうところの、まあ、準備も一緒にできますし、そこからじゃあ次何ができるかなっていうところも一緒に考えていくことができます。そういったことをやりながら、認知症の方と、まあ、家族の方とどうやったら一番いい生活の仕方ができるかなっていうところで一緒に悩んでいけるところだと思いますので、ぜひご相談いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では続きまして、認知症の方やその家族が安心して暮らせる地域づくりを担う専門職でございます、認知症地域支援推進員の方々をご紹介いたします。前の方にお越しください。皆さんこんにちは。普段は南大井に3丁目にあります月見橋在宅サービスセンターというところで管理者をしております橋本と申します。私の方では、まあ、こちらにある地域支援推進員ということではあるんですけれども、まあ、私自身の活動というわけではないんですけれども、みんなの談議所品川という、活動がございまして、まあ、ネットなどで検索していただいたりとか、あと私の方とかに声かけていただければまたお話はしますが、外に子どもたちの100年後のメッセージというのがありましてですね、いくつになっても友達がいっぱいありますようになんていうメッセージがあるんですけれども、私も本当にその通りだなと思っていて、認知症であるとかないとか、まあ、ご高齢であるとかないとか、そういうのも関係なく、いろんな人たちと集まっていろいろな話ができて、聞いてもらったりまた聞いたりみたいなところで、いろいろな活動ができたらいいなということで、何年か前に立ち上げた場所ということで、今仲間たちが継続してくれていて、私は幽霊部員という感じになっております。でも何かご興味ある方がいたら、ぜひお声かけいただけたらと思います。以上です。よろしくお願いいたします。こんにちは。私は普段は、旗の台にある、有限会社アライユの認知症対応型通所介護の管理者をさせていただいています。先ほど通所にね、どうしたら行ってくれるのかなっていうお話はとても参考になりました。私どもの事業所の方では、まずすぐに来るということよりは、まずお宅に訪問させていただいて、その方と面識を作って、そこからゆっくり、まあ、2時間とか3時間からっていうような対応をさせていただいております。そしてまた最近見学にも多く来ていただいていて、見学に来ていた方がまず最初に第一声でびっくりされるのは、皆さん本当に患われているというか、認知症でいらっしゃるんですかっていうご質問が多いぐらい、大変穏やかに過ごしていただいています。ただこれは最初からすぐかっていうとそうではないんですけれども、やはり専門知識を生かして、関わりを持ちながら安心して安全に過ごしていただけるように心がけさせていただいています。またこちらの役割については、地域の方と町づくりをやっていけたらいいななど考えておりますので、何かあった際はご連絡いただければと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今隣の渡辺と同じ旗の台にある有限会社アライの勇気で、小規模多機能型居宅介護の管理者とケアマネージャーをしております、新井由美と申します。よろしくお願いいたします。まあ、やってる内容は同じ会社ですので一緒ですけれども、
オレンジリングですね、認知症サポーター養成講座を、うちの事業所で開催して、今303名の方、品川区内の方の303名の方がオレンジリングを持っていらっしゃいます。まだこれを継続していきますし、今後のステップアップ講座というのも担当させていただいて、現在企画しております。旗の台、荏原町、中野分付近にありますので、第4地区を今は中心に、特に今、アルツハイマー月間なので、町の商店街の方たちにオレンジの花を飾ってもらえないかとか、そういう企画をしていて、今実際にオレンジの花を置いてくださったり、オレンジのエプロンをしてお店に立ってくださったりということを、話を持ちかけてやっていただいています。まあ、今後は、品川区全域で、認知症の方やご家族が生活しやすいように、それにお手伝いができるように、いろいろなことを企画していきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。NPO 法人共同まちづくりの理事長をしています杉本と申します。今健康寿命を延ばして楽しい生活ができるような環境づくりというまちづくりをしている団体でございまして、で主に八代地区で活動しています。で認知症関係の活動としては八代カフェという認知症カフェを主催してまして、主催っていうか、共催ですかね、やってまして、で、毎週第2月、毎週じゃない、毎月第2月曜日の、午後1時半からコミュニティプラザ八潮でやっておりますので、お時間があったらぜひ。で、ちょっと今、コロナなんで、今お休みしてたんですけど、10月からは始めようかなと思ってますので、今度は10月の10日ですね、やりたいと思っておりますので、お時間があったらぜひ来ていただけたらと思います。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。西大井のハートフルケアサービスという事業所でケアマネージャーをしております、佐賀と申します。普段は担当している私が担当している30名のご利用者様のために動いているんですけれども、今回も推進員ということで任命いただきまして、品川区全体の一緒の方、そのご家族の方に何かこう役に立てることがあればと思って、これから活動していきますのでよろしくお願いいたします。荏原図書館の館長をしております迫田と申します。認知症カフェはですね、毎月第3金曜日の午後2時から荏原文化センターでいつも開催しております。コロナの間少しお休みをいただきましたが、今は毎月やっておりまして、毎回楽しいイベント、ためになるイベントを開催しておりますので、ぜひお近くにいらっしゃった時には覗いてみたり声かけていただけますか。よろしくお願いします。品川区の小山の地域で小山クラブという事業をやっております、施設長の下村と申します。普段はグループホームと小規模多機能の事業を運営しながら地域の皆様と一緒に活動しております。施設選びのポイントで食事の時間にという先生とねお声もありましたが、一歩踏み込んでできれば昼食も一緒に食べてもらって、利用者さんの、お昼ご飯の様子をね一緒に共感しながら施設を選んでいただくというのも取り組んでおりますので、そういったところもご参考にしていただけたらと。推進委員の方は今年度、新任して、任命していただきました。まだまだ知らないことだらけですけども、皆さんと、仲間と、ね、力を合わせて地域を盛り上げていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、私は東五反田クラブと上大崎と東五反田エリアにあります、小規模多機能とグループホームの施設長をこの12月までしておりました。1月からは、地域づくりに専任するために地域と連携する地域連携室の方に移動しております。現在の活動、お手元の資料で本日ファームエイド東五反田というチラシを配らせていただいております。医療、介護、看護、児童などなど様々な人たちが地域を作りながら認知症の啓発、
でしたり、認知症の方が地域で住みやすくするような活動を一緒に行っております。また、先ほどお話しいただきましたが、本人ミーティングと家族の会をデニーズで開催しておりますので、そちらの方もぜひご参加いただければと思っております。認知症地域支援推進として、約5年ほど、品川区でいろいろとさせていただいておりますが、まあ、認知症の方がこう地域で暮らしやすく、どうしても地域の理解がないと、施設への入居が早まってしまったり、病院へ行くことが多くなってしまったりしますので、そういった地域の理解だったり啓発活動を認知症の方とともに一緒に考えながら行っています。はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。お戻りください。では、これで本日のプログラムは終了といたします。最後に本日お話しいただきました酒井先生と、あとお三方に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それでは以上をもちまして、品川区認知症講演会家族懇親会を閉会させていただきます。ありがとうございました。